みなさん、どうも、こんにちは。元気です。 <laughs> いや、まじでね、まあ、今ね、こんな感じで動画撮ってるんだけど、今回はまったりと、まあ、声だけの、あれになっちゃうんですけれども、ほのぼの日記を投稿したいなと思います。あ、でもちょっとつまんないと思うから、今までのね、僕のペット、実家で飼ってるペットと、ワンちゃんを眺めながら見ていただけるとね、嬉しいでございます。<laughs> 多分分わからないけど、編集で定期的に画像が変わるかもしれん。そんな感じで、ちょっとね、ツイッター の方とか、なんかまインスタとかいろいろとねと放送で騒がれてたと言いますが、まあ,あの例のやつがあったじゃないですか。例のやつがあってそこからねやばかったよもう。いや全然余裕やろと思っていつものように編集とエピックスを交互にやりながら作業しててやってたらだんだん寒気みたいなのがしちゃってまあ、とりあえず寝るかと思ったら発熱をね起こしてしまいました。いや熱出したみたいなね動画もまあ、出してもよ。 良かったんやけど、ずっと昔もね、ちょっと動画投稿できませんみたいなのを一本動画にしてたのが、確か昔もあって、たんだけれども、やっぱりちょっとね、心配しちゃうじゃないそっからの次の動画で大丈夫なのかなみたいな感じで。夜も眠れませんみたいな、僕以上に眠れないやつもね、まあ、心配してくれているリスナーさんもいるから、ちょっとさすがに、元気な状態、今、こうやって、そう、治りましたよっていう元気な状態を、まあ、今日ここの動画でだ そうかなっていうのではい皆さん安心してください元気ですめちゃめちゃだいぶ良くなっただいぶ良くなったというかもうほぼほぼなんか普通だねあんまり騒ぎすぎちゃうとまたあのね戻しちゃって熱出ちゃうからまたちょっとねおとなしくねゆっくりしようかなっていうのですいませんやっぱりもやもやしてる状態で動画とか実況を出したくないのでちょっと心配だった人安心してください僕は元気なんでまた明日からもね普通に実況取れればなと思っているから もう、8月ですよ、8月。そう、この8月は、そのためのね、そう、そのための気合を入れて、僕も元気な万全な状態で始めようかなっていうので、まあ、切り替えの一つとして、この動画を投稿させてもらいます。もう何回も言うんだけれども、僕は元気なのでみんな、全然心配しないでっていう動画ですね。 <laughs> 今日は。でも、昨日はやばかった。マジでね、そう、お友達メンバーには、LINE とか送ったんやけど、ちょっとそっから心配しちゃう猫もね、いたかもしれないけれども、昨日はやばかった。あ、ガチ、普通の熱だわっていう感じだったね。<laughs> いや、マジでね、久しぶりにあんなザ風っていうのをね、引いたことがなかったから、ここ最近。普通に辛かったっちゃ辛かったけど、そんなことよりもでも一個は動画投稿して、 で、ななら2個あげてーな、みたいな気持ちでいたから、実況者魂、みたいなのがありながら、昨日もね、動画投稿させてもらったんですけど、もう大丈夫よ。次来た時は、もう、あの、その時は、普通に風邪引きましたって言うわ。普通に風邪引いたっていう。ってぐらい、昨日のは、まあまあ、風邪なんじゃないのかな、ぐらいの感じでしたね。あんまりね、体温とか言っちゃうと、心配させちゃうかもしれないんで、元気なんで大丈夫です。で、僕ね、せっかくほのぼの日記ね、カメラつけてやってるからさ、 あの何かね一つ見せたいなっていうのがあって僕のお世話になった風邪の時にお世話になった飲み物そう今回ねこのお供、えー、OS1 ゼリー脱水症状とかを防ぐためのこのねちゃんとした医療の飲み物らしいんだけれどもこれがね本当に効、ね、いたのかなんかちゃんと水分取ってるなって感じがした <laughs> ちゃんと水分取ってて、普通に美味しく飲めて、これがなかったら僕はまだ風邪ひいてて辛いですみたいな動画出してたかもしれんね。ってぐらい熱とかにすごく効く。まあ、お薬ではないんだけど水分補給の飲みやすい。ちょっとポカリスエッ に近い感じなのかなこれドリンク用もあるんだけどゼリータイプがおすすめめっちゃゼリーだったら飲みやすいちょっとね抵抗感ドリンクの人はちょっと抵抗感があるかもしれないから飲みたいっていう人はぜひゼリータイプの方ね僕はおすすめしますねまあ、どっちも僕は美味しいんやけど飲みやすいのはゼリータイプみたいな感じだけでしたイエーイっていうのでこんな感じでございますなので明日からはい元気よくゲーム実況ねとかもそうだしいろんなこの この夏コロンかますよっていう気持ちでガチでいろんなことみんなが喜んでくれることを率先してやるからマジでこの夏一緒に楽しんでくれると嬉しいですはいそんな感じでコロンのよくわからない元気ですよこのぼの日記動画でございましたありがとうございますみんなもね体調には気をつけてね体調が優れないと僕の動画も見れなくなってしまうから皆さんも気をつけてくださいということでやばあと5秒しかないありがとうあーやば あ,あ、さよならはい、最後まで動画を見てくれてありがとうございますこの動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますチャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ